い、どうも皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトコマです。先週末、日本は九州、福岡でやばいことが起きました。それがこちら、FWJ 開催のサウスジャパンチャンピオンシップス、リージョナル、まあ、要はアマチュアの大会なんだけど、こちらにね、大石一馬さんが出られておりまして、その姿がまたやばすぎたので、今日はね、その話をしたいと思うわけですよ。まあ、大石さんといえば昨年ね、ダークホースだ、やべえぞ、なんだかんだっつって名前がね、めちゃくちゃ上がりました。まあ、とにかくでかいんですよ。この年齢でこんだけ筋肉のね、もう丸み、ボリュームを持っている日本人がいるのかという衝撃を、ハトクマも受けました。皆様、まあ、ご存知だと思います。ハトクマは、バルク派です。超がつくほどのバルク派です。メンズフィジークだろうが何だろうが、とにかく筋肉でかい人が、まあ好きなんですよ。なので、この大石一馬さん見た時の衝撃は、本当に、もう目にね、ハートができちゃうぐらい、すごかったし、もう絶対もうプロでやばいぞ、この人は、みたいな、もう直感的にね、そう感じたお方でございます。今日はテンション高めでお送りいたしますが、まあどれぐらいのね、衝撃を受けたかっていうと、ニックウォーカー。2019年の USA チャンピオンシップスっていう大会でニックウォーカーを初めて見て、これ何って思ったわけですよ。しかも、この当時彼は24なんですよね。まあ、25になる年なんですけど、大会行われたのがまだ誕生日の1ヶ月ぐらい前だったから、24だと思うんだけど、それでこの筋肉量、何これってなった。わけですよ。で、まあ、結果、ニックウォーカーって、その次の年でプロになって、もう今やオリンピアトップ3、ピープルズチャンピオンじゃないですか。まあ、もちろん、ニックウォーカーと同じぐらいの衝撃かって言われたら、ニックウォーカーさすがにやばすぎたんですけど、大石一馬さんも、何この筋肉のサイズで、このアウトラインっていうね、もうそんな形で、もうですよ。牛になっちゃうぐらいのね、衝撃を。受けました。そんな大石一馬さんなんですけれども、まあ、今回大会出られました。で、その大会に出られた内容がまたね、やばいわけです。これ皆さんにもう見せてるんで、これに出てたのって思う方いると思うんですけど、メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ボディービル、全部。もう全部出ちゃうって、なんて贅沢なことをね、してるんだこの方はと。もう言うのであれば、お子様ランチ、大人のお子様ランチだよ。黒毛和牛を使ったハンバーグ、名古屋コーチの卵を使ったオムライス、あとはなんかでっけえエビ使ったね、なんかエビフライ、もうそれを大石一馬さんは作ったわけですよ。頬張っちゃったわけですよ。で、まあ結果どうだったのかというと、メンズフィジークはトップ4、クラシックボディービルは優勝という結果で終えられました。まあ、三つね、優勝してれば、これはこれで、前人未到の快挙だったと思います。だって、メンズフィジークでいろいろ出て難関っていうのは聞いたことありますけど、全部のカテゴリー総なめした人見たことないからね。まあ、そこにリーチかかってたという意味では、それもまた見たかったなと思いますが、まあ、とにかくどのカテゴリーでも体がすごい。で、特にボディービルクラシックに関しては、初挑戦じゃないのって、まあ、もともと昨年の時点でバルクを見てね、やっぱクラシックでも見てみたいみたいなさ、そんな感じはハトクマもありまして、それがもうこんなに早く叶ったのかという意味ではめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、まあ、クラシックもボディービルも、まあ、すごいフリーポーズも、こういろいろとさ、自身の中でこう考えられて、自分の体の強みを見せながら、で、クラシックは美しさ、まあ、滑らかな動きを出しながら、で、ボディービルはやっぱりその男らしさとか、まあ、力強さとかね、それ筋肉のさ、もう隆起した強さみたいのを見せたりとか、そこも変えられたりして、だからもう、クラシックでもボディービルでもメンズフィジークでも、あ、毎回この方出てるなって思いながら、でも全然違う姿を見せるから、もう3つ楽しめちゃうみたいなさ、そこまでも意識されてんのかいみたいな、もうベタ褒めだよ、ベタ褒め、ハトクマはベタ褒めしますよ、だってすげえもんこの体って。まあ、そんな話でございますよ。まあ、今回のメンズフィジークに関してですね、まあ、クラシックとボディビルやっぱデカさもあり、メンズフィジーク選手としてもね、トップ選手として活躍されてますから、やっぱそのアウトラインを生かしたポージングっていうところで、やっぱ美しさで、腕とか肩胸のボリュームを生かした力強さっていうのが出ててね、まあ、優勝されまして、で、足もカットも深く入ってたりとかさ、まあ、もちろんもうちょっとこう外側内側ともにこう丸々としたらもっとやばいとは思いますが、まあ、そのあたりはさ、まあ、今後のさ成長だって、もうこの年齢でこんだけの筋肉携えてんだから、もうさらにそのクラシックだボディービルダーに突き詰められてったら、もうすごいことになりますよそんなので。まあ、メンズフィジークですね、メンズフィジークは第4位だったんですけど、まあ、デカさがまあ、ちょっと異次元すぎたっていうのはあるのかなって正直思いました。このまあファーストコールで並んでいる中でも、やっぱもうダントツすぎて、
びっくりしちゃうぐらい、もうでかいんですよね。どこのパーツを見ても、もう大石さんがでかさで負けてる部分っていうのが一つもないんですよ。背中もめっちゃ分厚いし。だそう見た時に、ちょっとでかすぎるっていう風に思われた可能性はあると思います。スコアカードっていうね、まあジャッジが何位をつけたかっていうのを見ても、大石和真さんに対しては、まあ全員トップ4をね、入れられていて、満場一致だったので、やっぱりこう、でかいというところがどうしても気になったのか、あとはまあ優勝した選手を見ると、腹筋のね、この溝の深さだったりとか、作り込みっていうのがすごかったんですよ。それに対して大石さんがこの映像写真越しにはなっちゃうんだけど、ちょっとこの腹筋の溝の深さだったりとか、背中の凹凸感だったりとか、この辺が若干ぼやけて見えてしまう、待ってっていうのももしかしたらあったのかどうなのかなみたいな感じなんですが、まあデカさに関してはね、やっぱり皆さんもコメント書いていただければと思いますが、やっぱデカすぎるクラシックの方が絶対いいっていうね意見もあると思うんですけど、ハトクマ的にはプロクオリファイとかでめっちゃ見たい、もう一回見たい。まあ11月出られるのかわかりませんが、今年はオリンピアのヘッドジャッジも来るからめっちゃでかい大会になると思うし、海外からもでかい選手いっぱい来ると思うんですよ。やっぱりメンズフィジークっていうのは特にまあバルクっていうところは結構気を使って見ているのかなって思う部分があって、まあそれはプロもそうなんですけど、今でかすぎる選手っていうのはやっぱりちょっと弾かれちゃうじゃないですか。でクラシックとかボディービルで細い方がいいってあんまり聞いたことがないんですよね。もちろんウエストとかは太いより細い方がいいとかはあるけど、もう全体的に筋肉が薄い方がいいとかさ、そんなことはないじゃないですか。なのでクラシックボディビルはやっぱりこうバシンとハマったと思うんですけど、メンズフィジークで見て周りの選手と並んだ相対的に見たバルクが異次元すぎて、余計にデカさがもう目立っちゃったのかなっていう三頭の張り出しとかもそうだし、なのでじゃあこれがですよ、例えば並んでいる選手がプロクオリファイで海外のデカい選手も含めた人たちが並んだら、大石和真さんのバルクはどう見えるのか、それでもクラシックみたいなデカさに見えるのか、あとは、プロクオリファイっていうのはまあやっぱりさ、プロを選ぶ大会じゃないですか。プロの選手、東京プロとか見た時にめちゃくちゃデカかったじゃないですか。びっくりするぐらいでかかったじゃないですか。日本で湯浅さんめっちゃでかいとかさ、ジンさんめっちゃでかいってあったけど、じゃあそのジンさんとか湯浅さんが東京プロの中でもう1番2番にでかかったかっていうと、もっと背中分厚い選手とかいたじゃないですか。そういう感じで、じゃあプロの選手と並んだら大石和真さんのこのメンズフィジークの体はでかすぎるの、それでもって、そこがハトクマはめっちゃ気になりました。今回のまあ、このリージョナルのね、ファーストコールだと異次元にでかく見えましたが、並んでいる選手によってやっぱりその見え方っていうのは特にメンズフィジークは変わると思うので、プロになってもじゃあこのでかさはでかすぎるって、でそれがまたフィードバックとかでもねあったら、じゃあまあクラシックなのかもしれないとか、そういうのがさご本人の中でもまた生まれるかもしれませんが、今回の映像を見て思ったのは、プロクオリファイとかプロのステージで並んだらどう見えるのか、ここがねめちゃハトクマは気になりました。はい、そんなね感じの大会でございますよ。皆さん、大石和真さんね、今年、まあ、プロクオリファイね、なんか、この、ハトクマの勝手なさ、希望としては、特に今年は豪華だから、出てほしいなって、生で見たいなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、今回、新たなね、こう、可能性、道っていうのも、クラシック、ボディービルっていう別のカテゴリーでね、見せていただきましたので、もうこれはね、要ご注目。楽しみだよ、だって。もう同じ日本人で、こんだけすごい体を持っている人が、まだまだね、バンバンこう出られて、どんどん進化されてっていうさ。はい、皆さんもぜひね、感想書いてください。概要欄、コメント欄にガイドライン設けてはおりますが、もうね、まあ、クラシック、ボディービル、メンズフィジーク、どれが好きだったとかもね、書いてもらえればと思いますが、もうお願いします。はい、もう、ハトクマはどのカテゴリーでも楽しみだけど、まあ、一番はクラシックだけど、メンズフィジークで、もうちょっと見たいなっていう、感じでございました。はい。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。よければ、ハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックもよろしくお願いいたします。ではバイチャ。